はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。12時15分ですね。4月は28日の日曜日でございました。今日はね、まったりとできます。はい、まったりとこれからいたします。はい、こんな日にふさわしい話題、非常にマクロな視点でですね、こう見た今のこう世界というものですね。私は本当にね、こう現実は小説よりきなりとかって言いますけどもですね、こんなやつがですね、こう出てくるとは思いをしなかったのがですね、やっぱり中国の習近平なんですよ。あいつはね、あの中国をですね、あの貧しい文化大革命の頃のにこう本気でですね、こう導こうとしてるんちゃうかなと。そんなことがね、起こるとはですね、誰も考えてなかったと思うんですよ。あの貧しい時代ですよ。習近平は私より10歳年上なんでですね、あの貧しい時代に、こう生育してるわけです。成長してですね、大人になってるわけですよ。食べるものもですね、満足になくですね、贅沢はできずにですね、その工業製品なんかほとんどない時代ですね。なのにですね、毛沢東選手をこうかざしてですね、ああやこうやとですね、スローガンを叫んでいるというですね、あの中国ですよ。あの中国は彼は良かったと思ってるんですね。彼は15歳でですね、下放されて田舎でですね、洞窟暮らしをしていたと言われています。つまり家なんかでは暮らしてもらえないわけですね。洞窟の中でですね、なんかそこで寝泊まりをしていたというふうに言われていますけどもですね、で昼間の作業に駆り出されるわけですね。はっきり言ってその奴隷の生活でしょう。それをですね、21、2歳までやってたわけですよ。で、お父ちゃんが復活したんでですね、呼び戻されて清華大学というですね、まあ日本では東大みたいなところに入るんですけど、おそらくね、きちんとした大学教育を受けられなかったんちゃうんかなと思うんですよね。だから彼は時々漢字を読み間違えるんですよね。でも彼はその後ですね、世渡りがうまかったんですね。まあもちろんお父ちゃんの引きがあったんですけどもですね、あれがですね、ごますりが上手だったというふうに言われていますね。あんな顔しててですね、若い時が上手でやったんでしょう。で、のし上がって最後はトップになったわけですけどもですね、で、彼が今目指しているのはですね、あの中国なんですよ。あの共産主義を実践していたですね、もう失敗が証明された社会主義ですね、あの社会主義を実践していたあの時代に戻ろうとしているわけなんです。彼のやること、なすことを見てると、それがすべて伺いますね。それは私が勝手に言ってるだけじゃなくてですね、あの中国ウォッチャーのほとんどはですね、今やそのことを否定しなくなりました。習近平はですね、中国を社会主義に戻そうとしてるんです。社会主義に戻すとですね、あの貧しい時代にこう戻るということなんです。まあ、いきなり戻ったりしませんよ。やっぱり何十年か、だんだん貧しくなっていくんでしょうし。まあ、ただですね、習近平今71歳なんですね。あと10年生きてられるかどうか、生きてる間はですね、トップであり続けると思うんですね。で、その例えば10年後にですね、10の時代が終わったとしたらですね、その先違う人が出てきてまた逆に戻すと思うんですけども、それまであの中国がですね、持つかどうかと、私いつも言うんですけど、5年ぐらいでこの共産党が潰れるんちゃうかなと、いわゆる共産党の支配体制が崩れるんちゃうかなと思うんですね。今はものすごいスピードでですね、衰退の道を歩んでいるんですね、中国って。成長する時も早かったですけども、衰退も早いですね。恐ろしい勢いで衰退します。で、もう、間違いなく今年もですね、経済はマイナス成長でしょうね。なんでですね、多分習近平のこの政策によってですね、まあ彼の政策というか、まあ彼のまあですね、政権運営のミスはですね、共産党の崩壊を早めたと思いますね。少なくともですね、まあそれでですね、多分だから共産後に多分ね、多分50年後とか100年後にですね、歴史の教科書にはですね、共産党って書いてあると思うんですよ。まあ、あるいは違う書き方かもしれませんけどもですね、中国にはですね、皇帝がいるわけですから、今の習近平なんて皇帝そのものですよ。はっきり言うてですね。あの君臨具合がですね。で、その毛沢東も皇帝みたいなもんでしょ。
ただそこに、社会主義というですね、まあ、建前が存在したというだけであってですね、まあ、世襲ではないけどですね、まあ、世襲まあね、まあそれを議論してもしゃないですけど、まあ、とりあえず共産党と名付けて、まあ、皇帝がいたということになるんだと思います。でおそらくですねそれが滅びると思います。社会主義というですね、社会を統制するシステムがですね、もう失敗したということはですね、もう世界中の人が認識していることであって、今さらこう社会主義をやろうぜなんて言うてる国は一つもないはずなんですけど、世界で一番でかい国がやろうとしてるんですよ。いやー、そのね、よくぞ出てきてくれたっていう感じですね、中国に。中国がバッキバキのね、優秀な指導者を持ってしてですね、さあ行くぜってやって、ものすごく素晴らしく優秀な政治指導者が出てきて、あの国をですね発展に導いたらね、そんなもんとんでもないことになりますよ。変な話、その数十年のうちにアメリカを抜いてしまう可能性があります。それはですね、やっぱりこう人が多いということですね。で、一体感ありますからね。あの多民族国家といいますけど、中国人のほとんどは漢民族なんですよ。もう 95% ぐらいちゃうんかな。で、ピープルパワーがあるでしょ。いや、だからあの国に優秀な指導者ができたらもう日本なんかたまりませんよ、はっきり言ってまあなんとか生かしてくださいっていうような寛容な国になってしまうわけですよ。でも幸いにしてですね、ものすごく愚劣な指導者がですね出てきてくれてですね、この10年あの国を率いてくれたわけですよ。だから明らかにこの成長は欠けたしですね、コロナ以降ですね明らかにマイナス成長してると、まあそれは表には出てきませんけどね。で、もう今明らかにもう明確に衰退の道を歩み始めているわけであってですね、これは日本にとってはものすごくラッキーなことです。で、多分習近平に我々は感謝しなければいけないんです。あの国をですね滅亡に導いてくれてるということはですね、彼らがですね、発展してもね、彼らは多分モラルという点でおいては成長しない、成熟しない国なんです、きっと。モラルなき国と言ってもいいでしょうね。もう成功するためには何をしてもいいという、まあ、そういう連中がですねガンガン成長したらどうなるかっていうのを我々は一瞬見ましたよね。2000年代から2020年頃までの間にですね、あいつらが成長して偉そうにするとどうなるかというのをですね見てしまいました。で、彼らが本当に成長、アメリカ技術的にもですねアメリカを抜くようなことになればですね、僕は世界にとって不幸ですよ。我々はアメリカの支配する世界にずっと生きて、私が生まれた時はずっとそうですけど、その方がものすごく心地いいんですよ。だってアメリカはああいう国ですよ。勝手なこといっぱいやってますよ。勝手放題なところはありますけども、でもアメリカは寛容ですよ。もう中国に比べたら全然、いや、もう500倍ぐらい寛容ですよ。だからアメリカの支配する世界で生きるのと中国の支配する世界で生きるのと、どっち選ぶったら圧倒的にアメリカでしょ。でも中国には世界を支配する潜在能力があると思います。でもですね、神様はよくできたものですね。習近平というですねアホをですねトップに据えてくれたんですよ。いやー、これはいいことですね、本当に。で、その片やもう一方のですね世界の悪の、もうなんかうるさいな、悪のですね象徴みたいなのがロシアのプーチンでしてですね、NHKですね、4月26日、おとといかな、に出た記事に、プーチン大統領、5月に中国訪問計画、習近平国家主席と会談へと。今やですね、その習近平のお友達といえばですね、この習プーチンだけなんですよ、世界の指導者で。他は全部嫌われてますからね。まあ、あからさまに嫌いやなんて言うやつは言いませんけどですね、もうやっぱしね、こう嫌われ者同士がですね、傷を舐め合って助け合おうなって、アメリカに対抗しようなって言ってるわけですですね。まあ、どんどんやったらいいやんと。5月にね、プーチンが中国行くということはね、やっぱしね、これはね、ウクライナでのですね、戦争を支援してくれというふうに言いにくいんやと思いますよ。ここのとこですね、イエレンとかブリンケンとかが言ってるでしょ。なんでプーチンもちょっとですね中国を引き止めておかなければいけないっていうんで、習近平に要所しに来るんだと思います。プーチンもね、あいつ要所がうまいんですよ。それでのし上がってきた人間ですからね。この2人似てるっちゃものすごい似てますね。
はい、まあ、ということで、特にですね、このプーチン皇帝説に関する記事はないんですけども、今ご紹介しました NHK のですね、プーチン大統領が中国訪問計画というページのアドレスを一応貼っておきます。皆様どうもありがとうございました。